ご利用者の方いらっしゃいますか。うん、厳しすぎます。先週金曜日に週刊誌報道があってから、うん、初めての公約の囲みになりますが、うん、この間の反響などがあります。教えてください。いや、相手のお店に非常にご迷惑かけたなと思ってます。メディアの皆さん、ちょっと何ていうかな、マナーを守らない取材があるということで、非常に、コロナとの戦いの中で長くやっぱり商売ができないという制約がありましたからね。まあ、そんな中で、こう僕が、そこで食事をさせてもらったことでね、まあ、お店の方も非常に、混乱をしている。それからいろいろと、嫌がらせ等も受けているというようなことですので、非常に申し訳ないなと思っています。改めてですけど、府の要請には引っかからないといっても、30人という大人数で会食にしたことについて、ご週刊誌で公になっていろんな声を聞いた中での今の松井さんのこうお考えとして、30人の会食をしたことについてのお考えはあるんですか。30人は別にルール違反をしたとは思ってないし、ルールないだと思います。ただ2時間程度というのが少し時間をオーバーしたということについて、緩みというものが、あるんではないかというふうに市民の皆さんに捉えられれば、そこは申し訳ないなと思います。ある番組とかでは橋本さんがですね、30人がいいんだったら50人、60人でもいいのかという発言をしていて、いいんじゃないの。これはルールは4人、要は密にならないようにしてればいいわけですか。だからその、塚本までさんこう30年会食された場っていうのは密ではなかったから問題ないっていう認識。感染対策はしっかりやってました。ただその感染対策がどうされているかっていうのが、店によって様々だと思うんですけれども、その中で同じ30人でももっとこう、ごめんなさい、ちょっとその状況を私は目の前で見てないので、いろんな30人の会食のあり方があると思うんですけども、それ30人だったら何でもいいっていうような形にもこう捉えかねないかなと。だから一つのテーブル4人いない、これで、歩いて距離取ってるじゃないですか。これで問題、そこが、専門家の皆さんが入った中での、会食のルールですから、で今のコロナの状況を考えれば、人数制限はなしということになってるわけですから、そのルール内でやってます。逆に言ったら60人でもいいし100人でもいいし、もう極端に言えば150人でもいい、そんな大人数でも1テーブル4人さえ守ってればいい。だから結婚式とかどうなるの、今やってるじゃない、これは1テーブル、僕が聞いてるのは10人掛けのテーブルを7人とかで利用しながら今結婚式やってるって聞いてますよ。で披露宴で100人200人入ってます。これは今のルール内では認められます。だから今緊急事態宣言下でもないわけですから、僕はそれはルール内でやっぱり経済回していく、今まで商売、飲食店の皆さん非常に苦しんできているわけだから、そこのルール内であれば飲食店利用すべきだと思ってます。ちょっとお店側の方にもう話をちょっと聞かせてもらったんですけど、ちょっと従業員の数が少なかったっていうところがあって、その料理の提供時間にすごく時間がかかってしまったところにこう逆に迷惑をかけたという話を聞いたんですけど、そのあたり何か感じるか。いや、それはもうお店は一生懸命やってますよ、商売。だからメディアのやっぱりそのマナーを批判するようななんかこうお店は一生懸命やってくれてるんで、感染対策もしっかりやってましたし、消毒もしながらみんな入ってます、入れるようにしてますから、こうマナーを破るようなやっぱり取材はやめてあげてほしいと思います。吉村知事がですね、12月末まではこの要請内容を守って、1月以降、この状況が続けば、人数も高まるという話がありましたけれども、現状の松井さんとしてのこう今後の府の要請として、どういうふうなあり方がいいと思いますか。だから総人数は今のところ、だから1テーブル4人っていうのをもうなくすっていうんであればね、それはそれで、専門家の皆さんの声も聞きながら判断をするとしたということだろうと思います。先日の記者会見で、ちょっと松井さんの口が
悪いというような話が結構反響出てましたけど、うん、それのなんか反響を聞いたりとか、そういうのない。あ、そう。まあちょっと口悪いのはね、うん、まあちょっと反省せなあかんねん、もうええ年やから、うん、何が口悪かった？なんか我々にお前っていう。あ、そうか、君たち、これから君たちって言います。すいません、産経新聞のあたりです。ちょっとこの30人による、まあ、反省会の件で伺いたいんですけれども、うん、記事中には公用車で駆けつけたというような表現があったんですけれども、うん、市長、代表は公用車でお店に行ったんでしょうか？公用車記録もう調べてるんじゃないの？君とこは調べてるんじゃないの？もう、MBS 君とこ公用車記録調べてるやろ。調べてない。あ、ABC 君とこ調べてない、うん、もう調べてもらったら分かることで、僕は公用車は役所との行き帰り、公務あるとき以外は使ってはおりません。まあ、車種が、まあ、同じなので、まあ、記者が見誤ったという、そういうような可能性が高い。まあ、ここに記者が どこにおったかもわからんけどね、うん、まあ、そういうことなんでしょうね。あと別件なんですけども、外交ボイコットについてですね、うん、まあ、維新としてはすべきだという立場だと思うんですけども、うん、改めて代表はどういうふうにお考えになっているか。いや、もうまさに今回の北京オリンピックに対しては、やはり中国の今の覇権主義、人権を軽んじているところ、それから日本の場合は、まあ、我が国の領土領海に絶えず中国の船舶がこうもうある意図を持って侵入しているわけだから、やっぱりそういう中でやっぱり中国との付き合い、毅然たる態度で臨むべきだとは思ってますけど、まあ、自民党の前に共産党が先に外交ボイコットせえって言ってますんでね、だから、まあ、自民党、共産党に先越されてますよというふうに感じてます。今のお話でいうと、まあ、共産党とはそういった意味では、まあ、連携していける余地はあるということなんでしょうか。いや、まあ共産党とは、まあ、対中国の考え方っていうのは、うん、今回のことだけはやっぱり合うかもしれないけど、それ以外の基本的な価値観が合いませんから、まあ、連携することは無理です。ありがとうございます。他にご質問ございますか？関西テレビの方です。うん、福祉では、まあ、時期は違いましたけども、うん、要請を、まあ、もらわなかった職員さんが処分されましたが、念のため伺いますか、市長は。僕が何か要請をどこが守らなかったの？市長、そこは認める、市長というか、だから時間が長かったのは緩んでるというふうなメッセージを出してることについてはちょっと申し訳なかったと思ってるけど、要請自体を違反、どこが違反したの？僕の時間は市長から松井さん認められた。だからその時間は2時間程度というのを程度だし、うん、で今緊急事態中の話でもないし、当時はとにかく緊急事態なんで飲食そのものをダメよというルールをやってたわけでしょ、うん、だからそれとこれと全く一緒にされることはないと思います。あとは冒頭刑事ながらの質問で見てに申し訳ないと言われましたけど、うん、まあ、申し訳ないというお気持ちは市民に対してまず抱くというよりは、まあ、店に対して申し訳ないということ。またその君とも意図を持ったあれやね、市民に対してそういうふうに緩んでると捉えてるのは申し訳ないって先言ってから店に申し訳ないってことを言ってるじゃん。他にご質問ございますか？その関連でちょっと細かいんですけれども、うん、先日の会見で、まあ、宴会じゃなくて反省会だという話があったんですけど、その居酒屋でこうやることが、宴会、お酒を飲んでやることは宴会と反省会と何が違うのかという結構市民のご意見というのがたくさんあったと思います。そのあたりはどう？まずはやっぱり選挙の総括の反省すべき点を、一人一人は、まあ、お酒飲む前にきちっと話してましたから、うん、まあ、反省会の後の懇親会ね。まあ、場所同じだったということですね。まあ、その場所を別に居酒屋じゃなくてもよかったんじゃないかというようなご意見もあります。その中で、まあ、そういうご意見もあるんでしょう、うん、別にそれは
我々はあの反省会、選挙の総括をしながらその後懇親会をしたということです。まあ、あの選挙の反省会プラス松井さんとこう話をしていない人たちがたくさん増えているから、まあ、そこの、まあ、交流会が実はメインだったんじゃないかなというふうにも思っているんです。そのあたりはどうでしょう。まあ、あの反省会プラス懇親会交流会、うん、それを一体でやりました。あのまあ、今回 その会食の件なんですが、まあ、反省会の件なんですけれども、うん、まあ、2時間を超えてしまったというところで、お店の方とかですね、もしくは参加された方から、まあ、そろそろ、まあ、2時間程度を超えているので出ませんかとか、何かそういう話題というかっていうのはあったでしょうか。これはあの僕の秘書の方から、時間のことについては、これはまあ会をやってくれてる、まあ、あの幹部14部幹部には伝えてました。で、まあ、お店の方にもいつ最後デザートが出るのかという時間は調整しながらやったけども、まあ、結果として3時間近くになったということです。最初にやっぱり30分程度、さっきも言ったけど話してますから、そういう選挙総括を、でその30分が終わってから乾杯してますから、だからやっぱり2時間、まあ、食事してる時間というのは2時間超えたぐらいですよ。でもトータルでは3時間その店にいたのは事実なんでね、うん、そこを、別に分けて、言う必要もないかなというふうには思ってます。食事が出てから、まあ、最後デザートかなと思うんですけども、うん、そこの時間でいうと2時間くらいだって。2時間ちょっとですね、うん、最初のその30分、お酒飲まずに、まあ、その話してたとか挨拶分が30分くらいあったので、トータルとしては2時間半とか、うん、だからそれ2時間半だからどうのこうのって言い訳してもね、仕方がないから、店に3時間いたのは事実だし、うん、だから僕が言ってるのは市民の皆さんに2時間程度というのを3時間その場にいたんだから、そこで緩んでると取られることについてやっぱり、こうまあ申し訳なかったなと思ってます。別にコロナ対策を自分自身緩んでるとは思ってないんだけど。他にご質問ある者はいらっしゃいますか。よろしいですか。では内容ですが、ね、お願いします。